こと、面白いこと、ゼロから作り上げる子どもたちのための冬のアイデアパーク。未知だからこそ未来は切り開かれる。壮大な街づくりへの挑戦が今幕を上げようとしているのである。皆さん、何やらですね、今あっちの広場で、はい、パラシュートの打ち上げがあると。パラシュート、あ、放送されてましたんで、パラシュート拾って景品ゲット。はい、よし、ハワイ旅行が。マジですか。当たるとか当たらないとか、当たるとか当たらないとか噂も聞こえてきましたので、ちょっとですね。本当ですか。私には一切聞こえませんでしたけど私もはい、ゲット目指して、ハワイ旅行ゲット目指して、はい、見てみますか。あ、いいですね。参加してみましょう。はい、そろそろ始まるんでしょうかね。いや、この人数はなかなか。あ、ちょっとたくさんいらっしゃってますよ。手ごわいですね。すごいですよ、これ。ちびっこの笑顔、手ごわいですね。これはちょっと遠慮しちゃいますね。これはちびっこには、はい、まあ。ちびっこには優しいお兄さんということで。おじさん？お兄さん？ということで。おじさんでお願いします。ということで。あー、美味しそうなの食べてますね。こちらのちびっこも。あ、始まりましたよ、カウント。ゲットしますから。 どこですか。そちらですか。ちょっと私撮るのが意外と気合の絡まり。わかりますよね。ちびっこにはかなわないと。見てください、あの、はい、ちびっこたちの嬉しそうな笑顔がこぼれてますね。本当ですね。見たことある顔もいらっしゃいますね。撮ったぞー。撮った。あー、おめでとう。何撮ったの。それなんて書いてある。何か入ってんの。ハワイ旅行、ハワイ旅行当たるの。何もない。ジロクマ、これ。ジロクマだった。あ、クマだった。あ、それなんかもらえるんじゃない。それはきっとハワイ旅行だ。ハワイ旅行こんにちは。皆さん、お祭り楽しんでますか。やありがとうございます。ちょっとお時間よろしいです。あの、おじさんたち、オッケー、貼った、貼った、貼った、まだ、あ、いいよ、はい、はい、貼った。反対でも。じゃあ見てみたいと。じゃじゃん。見てください。お、赤が増えましたよ、これ。またパーフェクト。いや、嬉しいです。みんな行きたい、行くか。おお。テンション低いですね。子供手強いですね。試食のテンション高いですね。はい、私も上がってますから、行きたいと。で、これを、このみんなの気持ちを実現するために、おじさんたち頑張るから来てね。イエーイ、イエーイ。ありがとうございました。ちょうどですね、はい、今お昼ぐらいなんですよ。そうですね。ちょっと小腹も空いてきたなーというところで。お腹空いてきましたね。なんか食べてみたいなーって。はい、あ、なんか、あー、いい匂いする。なんだろう、なんでしょうか。あー、あそこですね。はい、ちょうど今いい匂いがしてきましたよ。なんか残りも立ってますね。見てください。はい、ビフォロ豚ハンバーガー、あ、間違えた、豚バーガー、豚バーガー、はい、誕生と。お、美味しそうですね、これ。いいですね。黒い佇まい、貫禄のバーガーさん、はい、はい、佇まい。ちょっとこちら頼んでみますか。あ、そうですね、伺いましょう。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。こちらハンバーガーが売ってると、はい、いうことですね。はい、うんとですね、おすすめのものを何か一つ。そうですね、ビホロ豚バーガーが人気ありますね。ビホロ豚バーガー、はい、あー、美味しそうですね。ビホロの、そうですね、ビホロのお肉を使って、はい、クリームチーズソースでですね。あ、美味しそうですね。それ一つ、はい、お願いします。お願いします。
ちしとくん楽しみですね。楽しみです。どんな、もしかしたら豚丸ごと、わ、そんなワイルドな、そんな捕まえてこれこねあれ食べますか、なってこい。いいですね、しとくん。そんなお待たせしました。あ、すいません。はい、このままで大丈夫ですか。はい、よろしいですよ。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、すいません。いや、皆さん、お兄さん、お兄さんの笑顔も素敵です。食欲を駆り立てますね、これ。本当になんか、すごい。はい、ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。ちょっと早速、はい。いただいてみますか。あ、いいですね。AKs バーガーを。はい。ちょっとこちらの上りの隣の方で。見てください、はい、大自然の中、にぎわってる中で、そうですね、私こんな贅沢な、はい、ビフォロ豚バーガー、はい、食べちゃいますか。いいですね。どうでしょう、見てください。すごく、じゃじゃん、あー、これうまそうですよ。美味しそうですね。すごいボリュームじゃないですか。早速、はい、どうぞどうぞ、いただいてみますか。はい、うまい、うまい、うまい。すいません、すいません、あのマヨネーズが、いや、このそういうの気にしてられないぐらい、そのぐらい、なんていうんですかね、あー浮かんできますね。何がビフォロの大地を、はい、大地を駆け回る、はい、豚たちの笑顔、豚たち笑顔ですか。豚たちの笑顔、あー、たまらんですね。私はもう、あー、美味しく感動の涙がこぼれそうなぐらい、はい、ということで、そんなに美味しいと、はい、はい、うーん、美味しい、うーん、美味しい。試食すいません、はい、またマヨネーズの量が増えてますよ、これ。もう気に入ってられない。気に入ってられない。ちょっとあの、はい、デトローさんも一口ちょっと、マジですか。はい、いやー、すいません、いただきます。美味しいコメントいただきたいと思います。いやー、すいません。うわ、すごいですよ。あー、絵になりますね。あー、似合う、ハンバーガー似合うなー。うまっ、うまい。これなんですか、これ。うまいでしょ。今浮かんできました、うまい、頭の中に、大自然の中を、はい、日頃の大自然を豚たちが笑顔。ペドロさん、はい、ちょっと私言いました。すいません、下手ですね。いやいやいや、ペドロさん衰えました。申し訳ない、大事なコメントありがとうございます。いや、緊張しました、申し訳ありません。いや、うまいと、いや、うまいっすよ、これ。皆さんぜひ、うん、うまい、そうですね、ということで、おすすめです。はい、こちらの爽やかにこう、はい、キャッチボールなんてやってる、お父さんとちびっこに、そうですよ、ちょっと話聞いてみますか。はい、聞いちゃいましょうか。お楽しみ中ですけど、はい、すいません、お楽しみ中のところすいません。ですね、私たちですね、あちらの今フィールドボール場ってあるんですけども、はい、冬に何か公園を作りたいと、作れないだろうかということでいろいろ計画してまして、はい、イルミネーションの、イルミネーションの中、お母さんと二人で、これ必ず、はい、作るんですよね。はい、作ります。アイスドームをね、アイスドームを作りたいということで、じゃあ作るっていうことでね。はい、じゃあ行きます。行きますか。はい、ありがとうございます。いただきます。見てください、はい、行きたいということで、いいですね、ありがたいですね。ありがとうございます。みんな楽しんでますね。ね、本当にこちらの家族もね、はい、やってますけどね。私がですね、はい、注目したのは、はい、見てください、こちら、いろんな野菜が置いてあります。こんにちは。こんにちは。こちらはなんていうお店でしょう。トーマグリーンライフと言います。トーマグリーンライフさん、グリーンライフさん、はい、こちらではどういった野菜を扱っているんでしょう。ね、有機野菜を作ってます。有機野菜、はい、有機野菜というのはどういったあれなんですかね、野菜なんですか。化学農薬とか化学肥料とかは一切使わない、自然由来のものだけで作ってると。自然の、はい、自然の大地で育て上げた野菜と、はい、だから環境にもすごくいい、はい、環境に、体に、美味しそうですね。輝いてますね、このトマト。どうぞ、もう少々食べていただいて、見てください、はい、
輝いた野菜の中で、はい、その中でお兄さんの笑顔も輝いてますね、これ素敵ですね野菜が引き出てますね、爽やかですね素敵トーマチョグリーンライフさんということで、はい、よろしくお願いします、はい、楽しんでください、どうもありがとうございます、どうもすいません、お世話しました、ありがとうございます、参りました。あ、はい、一緒に宣伝を、はい、トーマチョウも、ぜひ料金無料ですから、あ、そうなんだ、すごい、はい、トーマの住民になろう、シシト君、今トーマチョウ PR されてましたね、これトーマチョウ、はい、トーマチョウの看板背負って今私シシト君、しっかり宣伝しちゃってますね、そうですね、トーマチョウ皆さん、トーマチョウどうですか観光チケット無料券あります、どうですか行きませんか、遠間で暮らしませんか、ちょっと周りからどんどん人が引いてってる、はい、気のせいでしょうかこちら、なかなか皆さん遠間町の魅力にこうどっぷり今使っちゃってるところですから、なるほど、私の言葉よりも、はい、今遠間町の雰囲気を楽しんでいるところではないでしょうかね、さすがシシト君うまいこと言いますね、はい、ね、はい、チケットもありますんで、そうですね、遠間町のチケットありますけどもどうでしょう、共通券無料の券がありますけどもどうですか、どうぞお二人、お二人です、はい、遊んでくださいね、一箇所行けますんで、今日限りなんで、シシト君、はい、たまにお仕事してるみたいですね、そうなんですよ、今日私の仕事のメインはこちらですから、はい、見てください、このスタッフの皆さんの爽やかな笑顔、爽やかですね、いい笑顔がこぼれてますね、笑顔をはじける街トーマショー、どうですか皆さん、レッツトーマ、あれいやすごい、いいですね、すごいチームワークが見合わせてる、こんな楽しい街に住んでみたいと魅力が溢れますね、いいですね、皆さん爽やかで、はい、はい、私も爽やかで、こんな感じ、皆さんにいろんな方に東摩町の魅力を伝えたいと、はい、いうことですよね、はい、東摩町の観光施設の見てください、見てください、これちょっと紹介しましょうか、はい、見てください、東摩町の子育て応援サポート、これはどういったことなんでしょう、これはいきなり来たね、東摩町は子供を育てやすい、安い、医療費ただ、ただ、聞きました皆さん、聞きました今聞いちゃいましたよ、東摩町は医療費がただ、あーいいですね、ただ素晴らしい言葉ですね、ただここはガガガガ、ただただ下手ですねすいません、そろそろよろしいでしょうかこんな感じで、はい、東摩町の皆さんぜひよろしくお願いします。また東摩町の有機野菜